しばらく、試合出られない時期があって、スタメンに復帰して、見事な活躍をされています。今の率直なお気持ちを教えてください。そうですね、試合出てない時も、自分自身しっかりコンディションを整えて、いつチャンスが来てもいいように準備していたので、試合に入った時も、うまく入れて、それが結果に結びついたので、しっかりいい順出れなかった時もいい準備してたのが、いいパフォーマンスにつながったのかなと思います。出られなかった時期っていうのをちょっとプラスに捉える部分っていうのもあったってことですか。そうですね、チームも負けがなかったり、うまく勝ち点を積み重ねていたので、その中で、自分は腐らずにしっかりと自分のパフォーマンスコンディションを維持していつチャンスが来てもいいように準備していたので、それでしっかりチャンスが来たのでいいパフォーマンスできたかなと思います。やっぱりスタメン戻ってくる前っていうのはその自分でもコンディション的だったりプレー的なところだったり、手応えを感じてっていうところだったんでしょうか。そうですね、最初の出れなかった時は、やっぱりコンディションの部分であったりパフォーマンスであったりっていうのは納得いってなかったので、外されても納得していたので、そこでしっかり自分がコンディション上げてパフォーマンス上げたら戻れるっていうのを意識してやっていたので、戻る前は少しずつ良くなっていたのもコンディションも良くなっていたのも感じていたので、いいタイミングでスタメンに出れたかなと思います。その坂本さんが戻ってこられたのと同じくしてチームの調子もぐっと上向きになってきました。そこについてはどう思われますか。そうですね、やっぱり僕はセンターバックっていうポジションなので、まず守備をしっかり整えて前の選手には攻撃してもらえるようにしっかり守備から入って、その奪ったボールで攻撃してもらえるような、の頭でイメージしていたので、それがうまく発揮できてこの2試合に2連勝につながっているかなと思います。ゴールを決めるということが守備の面においてもプレーにおいてプラスになることもあるんじゃないでしょうか。そうですね、特に前線に上がった時は得点というのは意識しているので、特にセットプレーで取れている点が多いので、上がっていた時は点はもちろん狙っているので、そこでチームの助けになればさらにプラスかなとは思います。次節は、青森との戦いになります。どのような思いで臨まれるでしょうか。そうですね、チームは今2連勝としていて、次ホームなので、絶対勝って3連勝してさらに勝ち点積み重ねれるようにチームで全員で準備したいと思います。では最後にファンサポーターの方にメッセージをお願いします。今2連勝でチームも勢いづいているので、この勢いで、昇格に向けて勝ち点を積み重ねていくので、次節も応援よろしくお願いします。前節は、フルス相手、という形でしたけども、どういう思いで試合になったと思いましたか。そうですね、去年から移籍させてもらって、やっぱその僕移籍した時からちょっと負けが越してたので、やっぱりこう自分も責任感じてますし、やっぱフルスには負けたくないっていう思いは多分人一倍あったので、向こうのホームでしたけど、やっと勝ててちょっとホッとする部分もありましたけど、ちょっといろいろこう思い込み上げるものもありますけど、やっぱチームが勝利できたっていうのが一番嬉しかったので良かったと思います。ゲーム的には 4-0 というスコア的にはすごくいいスコア でその中で久保さんもアシストを決められましたけど、アシストのシーンっていうのはどんな感じでしょうか。そうですね、縦パスもらってこうサイドに行った時に、多分これ縦に蹴ったら勝ってるなっていうのは直感で分かったので、そこまではこう予想通りだったんですけど、中見た時にこう高原君もフリーっていうのが見えてたので、あとはもう 横に出すだけだったので、高原君に感謝します。今年は、アシスト数がかなり伸びてきてますけど、ゴールもあれですけどアシスト1位っていうのも、そうですね、キッカーじゃないので、やっぱ試合の中で流れの中でこう取るっていうのは僕の特徴だと思ってますし、やっぱこう、チームメイトあってのは質だと思っているので、そこはもうチームに感謝したいですし、個人的には得点が足りないので、やっぱこうアシストぐらいの得点数っていうのは出さないとチームも上に上がれないので、そこがちょっと課題かなと思います。全ての試合でスタメンで出てるのは久保さんだけっていう状況なんですけど、その、ゲームはどのように取られてますか。そうですね、やっぱこう前の選手、今年は特にこう前の選手が多くて、やっぱこう競争率っていうのは本当にすごい感じている部分もありますし、やっぱこう結果を出さないと出れないっていうのは感じているので、そういうのをやっぱ出していかないといけないっていう思いがやっぱこう結果につながっていると思うので、そういうのをこう日々練習の中でも取り組んでいったからこそこう出していただいているのかなと思っているので、そこはもう結果で証明しないといけないと思っています。
シーズン半ばになってきまして、全部試合出てるということで、体調っていうのはどんな感じですか？そうですね、意外とあんまりこう、まあ疲れもなく、毎回毎回こう100点やれてると思ってるので、やっぱ怪我とかもやっぱこうしないように、まあ、ケアはちゃんとしてるので、まあ、そういうので、まあ、やっぱこう出れてるんじゃないかなと思ってます。花園で、ちょっと痛い思いをされたので、さんも折れちゃったんですけど、正直めちゃくちゃ痛かったんですけど、やっぱそれ以上でやっぱああいうこう勝利で終わってこうエースファンサポーターが喜んでる姿を見たらちょっと忘れて途中まで忘れてたんですけど、終わってからすんげー痛かったのを覚えてます。3本行ってしまって、はい、そんな怪我は初めて。そうですね、虫歯もなったことなかったので、やっぱそういうのでは初めてほんまに痛い思いをサッカー人生でしたんで、ちょっともう大丈夫ですね。歯はやめてください。でも前節も、出られて、もう体調的には。そうですね、まあ歯もまあなんとか治したので体調は万全なので、まあ、次も試合を勝てるようにやっぱ準備はしていってます。最後にファンサポーターにメッセージお願いします。まあ、次はホームでラインメールスやるんですけど、やっぱこうやっぱりこうサポーターとかの応援っていうのは、まあ、拍手だけですけど、それでもまあ僕たちに力もらえてますし、やっぱこう声を出さない中で見に来ていただいているファンサポーターのために僕たちは頑張ってますので、